やすいですか？うん、なんかもっとバン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 って感じかと思ったら。こんにちは、みじゅです。今回はこちらのレンタカー屋さんにお邪魔しております。今回借りる車はなんと、見て、 NSX だよ。やばくないですか？こちらの NSX は初代 NSX、 1990年から2006年まで生産され、国産スポーツカーの頂点として君臨しておりました。今でも多くのファンを魅了し続けるホンダを代表する車です。やばくないですか？こちらを試乗させていただけるということで、行ってみましょう。外観から見ていきたいと思います。こちらの赤い色味、全然色落ちとかしてなくて、本当に管理の状態が良かったんだなぁと感じます。ドアノブにも NSX と書かれています。いや、めちゃめちゃかっこいいですよね。そしてツヤもあって、本当にね、管理状態がいいなって感じました。トランクもこんな感じで開いております。そしてエンジンはミッドシップなので、こちら後ろについております。そしてこちらは特別にクリア窓に加工されたエンジンルームです。すごいですよね。ここでもこだわりを感じます。そしてこちらがエンジンになります。いやー、かっこいいですね。素晴らしいですね。そして恒例のサムネ候補を撮影しております。内装を見ていきたいと思います。黒のレザーシートがね、美しいですね。そしてハンドルもね、こんな感じ でセンターコンソール、すべてレザーなのかな。ドアの内張りもレザーっぽいですよね。そしてこちらシートはすべてリクライニングが電動です。でこちらクルーズコントロールがついているそうです。すごいよね。でホーンが両サイドにあるのかな。こんな感じですね。あ、クルーズコントロールここですね、ついております。そしてセンターコンソール、ブラックがかっこいいですね。オーディオ周りはやっぱり昭和を感じるね、ちょっとレトロな作りですよね。そしてドアの内側はこちらでミラーの調節がついていたり、で窓ですね、窓両サイド、ロック、あとエアコンがね、結構充実してました。サイドにここにもついてて、でオンオフ切り替えるボタンもあって、たくさんありますね。でこちらがシートですね。座り心地はかなり良かったです。柔らかい質感の革でしたね。助手席から見た様子はこんな感じです。センターコンソールじっくり見ていきましょう。そしてこちらオートマなので、ギアがストレートタイプになります。オートマなのでね、今回私も運転させていただけることができました。いや、めちゃめちゃラッキーでした。そしてこちら、おお、オーディオが BOSE なんですね。すごいですね。で助手席から見た運転席のシートになります。結構ふかふかで柔らかめの質感でしたね。でこちらがメーター類ですね。ハザードランプがね、この位置についてるの面白いですよね。そして足回りも広々空間です。私も足を伸ばすことができました。こんな感じで椅子をもっと下げたらもっと広いね。で天井はブラックですね。高級感があります。そして助手席と運転席の頭頂部にはクッション材が使われてますね。なので座高が高かったりしても全然 OK ですね。そしてちゃっかり乗り込みシーンを撮っていただきました。運転していくぞ。はい、反対側からもね、ちゃっかりお願いして撮っていただきました。すいません、撮っていただいてありがとうございます。お願いします、はい、
乗り込みシーンを撮って私が運転するかのように見せかけてしまったんですけど、ちょっと大阪の土地感がわからないのとお車がすごすぎるので、ちょっと最初ね運転していただきました。運転していただいたのはこちらの写真に写ってる辻野さんになります。すごく可愛らしい女性でね、だけどマニュアルもバリバリ運転されていてかっこいいですよね。広いですよね、はい、わーすごーい。結構後ろからグンってくる感じですか？そうですね、運転してると結構押されますね。あ、そうですよね。このエンジンタイプってなんて言うんですか？ミッドシップ。バックの時のことめっちゃ可愛くない？そしてライト周りをチェックしていきたいと思います。かわいい。パカパカするの可愛いですよね。めちゃかわ。テールランプも見ていきたいと思います。こちらがブレーキですね。こちらハザード。で、左右ウインカーですね。すごーい。ちょっとまだアクセル踏むのが怖くて、直線踏んでみましょうか。踏んでみてください。ドハンっていくかな。そうですね。おちょっと控えめに踏んでみる滑らかですね。そうですね。なんか走りやすい。走りやすいですか？うん、なんかもっとバン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 って感じかと思ったら意外となんか乗り心地も重視されてる感じがして、はい、本当です。楽しい。いやーすごい感動する。もうこんな操縦できることなんてないですよ。そうですね、あまりないですね。全然踏まなくても加速がすごいですね。そうですね。あ、ウィンカーの音が可愛い。ちょっとレトロチックなんですよね。そうですね。じゃあ駐車に挑戦してみようかな。はい、大丈夫かな。これがチカチカか。そうですね。緊張する。じゃあここにしようかな。よいしょ。後ろが長いから怖い。
かね、ビルも多いから夜景とかが綺麗に見えそう。あれぐるぐる回ったら緩やかに降りていく感じですね。そうなんですよ。面白い。お店の近隣にはループ橋やメガネ橋など面白いドライブスポットもあります。よかったらレンタカー借りてみて、そちらを走ってみるのもいかがでしょうか。今回 NSX をお借りしたのはミスターヒロカーレンタカー様です。所在地は大阪府大阪市にございます。営業時間は9時から19時、定休日年中無休となっております。詳しくは概要欄をチェックしてみてください。次回予告。あ、すごい。そうです、そうです。今のですよね。今のです、はい。やばい。NSX に続いて今度は FD に試乗させていただきました。めちゃめちゃすごくないですか？ちょっとこちらもぜひ楽しみにしててください。